よし、それじゃあ適当なところで戻ろうというわけで、はい、そろそろ休みましょう。もしかしてランディと相部屋？おー、うん。あ、そうなんだ。やっとリンくんの年が分かった。リンくん20歳になるの。そっか、今19歳か。17、10、え ?18、19、20か。あー、そっか、成人か、リンくん来月で。はーい、やば、ザラ教官と一緒にお酒飲めるじゃん。そこかよっていう。4月22日、演習1日目。なんかすごい男の人っぽいあくびですね。アネモスの花か。サザーラント州に入ったみたいだな。綺麗なもんだな。帝国でも南寄りの温暖な地方ですから、こっちの方に来たことはなかった。帝国軍の巨大な城壁、ドレックノール要塞。ドレックノール要塞すごいね。めっちゃ大きそう。正規軍の司令部があるガレリア要塞に匹敵する拠点。めっちゃなんだろう、堅苦しい城。あの灰色の城壁がサザーランド州とシラーのセントアーク。森がある。こうしてデアフリンガー号はキュートセントアーク駅に到着した。物資などの積み込みのため30分ほど停車した後、再び発車し、都市の南西近郊にある演習予定地へと向かうのだった。はい、え、ピーちゃんじゃない？あ、ピーちゃんだ。はあ、また厄介なタイミングで来たもんだね。こちら妖精、これより遊撃活動を開始する。協力者はすでに確保。もう少し増えるかも。そっちからの助っ人も期待できそうだし、心配は無用。じゃあね、サラ。なんと、フィーちゃんなんかめっちゃ大人になってるんだが。あ、EX ベース。曲がまた新しいやつ？なんかめっちゃ楽しみ。
かこの曲歌ありそうじゃない？さて7組と7組の戦術家は7組戦術家は戦闘訓練に機構兵によるミッション演習、9組主計家は8組だった、通信補給救護などの実習演習を予定している。はいはい。そして我ら7組は主要活動は2つ。第一は広域商船、現地周辺に敵対勢力がない いないかなど偵察を兼ねた情報収集活動。第2は現地貢献、本演習を現地に貢献的に肯定的に受け入れてもらうための支援活動を本校ではこの2つを合わせて特務活動と定義している。そのなんていうか軍として合理的なようでそうでもないような印象。ははって、ようやく理解できました。確かに7組ですね。発案者も分かった気がします。その想像間違っていない。人数が少ないとはいえ灰色の騎士が率いるクラスだ。第二分校としては確実に結果を出してもらいたい。お任せあれ、もう慣れっこです。まずは現地の責任者と面会するという段取りですか。はい、やーむず公爵閣下。なるほど。行ったことあるの。だよね、公爵だし。ああ、面識あるんだ。まあね、パトリックの実家だし、一回ぐらいは遊びに行ったりとかあるんかな。第二分校の到着と演習開始の報告を合わせて頼む。はいはいはい。まあね。気合は十分。よっしゃ行こっか。ワクワクするね。なんかいつもの奇跡が始まって楽しい。まあすでにもういつもの奇跡なんですけど。戦闘アークに向かうには徒歩で街道を行く必要がある。よっしゃ任せて。このあと原隊に戻る前に公爵閣下と打ち合わせする予定だから同行させてほしい。いいよいいよ、ぜひぜひ。そうなんですか。鉄道憲兵隊切っての新腕。ワンダールの名にかけて最善を尽くすだけ。各地演習地では敷地や列車内部に分校生が点在している。各種ショップや分校クエスト、分校充実度に影響するやり込み要素を持っている生徒もいるので役立ててくださいと。生徒たちの配置は状況に応じて変化するけどミニマップである程度の場所は確認できる。パブロが、そうなんだ。なるほど。はい、メールが届いた。これまでも端末でメールをやり取りすることあったけど、それをこうやって気軽に扱えるようになるとはな。
エリゼからプレゼントのお礼かわいいリンくん笑顔。へえ、すごい、いろいろ機能が追加されてきたね。あー、ハイスピードモードボタンがメールになりました。ハンカチ受け取りました。兄様からいただいたハンカチはとても艶やかで肌触りも良いので本当に気に入りました。またね、リン君からもらったからなおさら嬉しいよね。正直汚すのが怖くて、おいそれとは使えないかもしれませんが、ともあれ大切にさせていただきますね。ね、あれ、ゆう何買ってないっけ。今更だけど確認してないよ、そういえば。あれ、あ、買ってるよね、ほらほら。あ、アルティナか。あ、使っていいの。あ、プレゼントした。これは一体何でしょうか。これ何て読むの。水羊羹、あ、水羊羹か。スイーツのみたいなもの。なんとなくアルティナの口に舞うんじゃないかと思ってな。確かに甘いものとは全般的に相性がいいように感じる。いいでしょう。とにかく試してみましょう。あ、1になりましたね。 ADF が上がった。いいね。なるほど、 OK。 クレア隊がいる。いろいろ外せたりはしな。そして素晴らしい。もう最初から鬼強なんですけど。でも開けたいけどセピスが全面的に足りない。はあ、はい。とりあえずじゃあマラソンかな。いいぞ、補給だな。補給です。さてと、あのティアラを買っとこうかな。ちょ待って、先に武器だよね。また来てくれ。はい、うんうん、はーい。へへ、毎度。実習なのにさ、買わなきゃいけないのって何？っていうか高え。ねえ、お金がないんですけど。でもリンくんぐらい欲しいな。かなり上がるな。リンくんぐらい買いましょう。1000円か。ほなまた。はい。へへ、毎度。で、あげるか。はい。お金はいらないよね。あー、きつい。きついな。気ぃつけてや。はーい、ありがとう。さあ、あとは会長です。じゃない、先輩です。主計課のみんなには演習の一環で拠点としての役割を持ってもらっていて、ショップや特定の情報収集を担当させてもらってる。はい、さっき説明があったやつですね。で、これはクエストかしら。最近自分も妙水庵のラドー老人から勧誘を受けて。あ、そうなんだ、長考師団に。うん、釣りするんだね。森で突く方が得意と。なるほどね。了解。はいはい。緑が多い方かもしれない。私もないかな。とことん漁師的。うんうん、なるほどね。はいはい。
食材集めをお願いしたい。ムカゴ、ハチノコ、ほいほい、オッケー。ムカゴは山芋の子供、山芋の子供。ハチノコはハチの幼虫。うんうん、クリーミーって言わない？天然の食材探し、ある意味すごく有意義なことかもな。うんうん、了解。はーい。その場で調理。教官もお好きですね。お好きですね、釣り絵さん。いや今ちょっとマジで。どうかご賞味あれ。ご賞味あれ。教官もお好き。ま、教官もお好きですね。なかなか声が。どうかご賞味あれ。はい。班のリーダー、はいはい、何でしょうか。果物や野菜の苗か、苗か、知識がないと難しそうだな。なるほどね。うんうん、あーなるほどね。噂にもうなってるんだね。ね、変なものが入らないように見張っててね。気づいていない、はっきり言った方がいいのでは。うん、何が必要ですか。いいね、なんかこの生徒たちにも名前じゃない、声があるの。それじゃあ、行ってらっしゃい。苗を渡す、忙しいね、私たち。何でもかんでも引き受けすぎなのでは。サンディ、あ、炊事班のリーダー、はいはい。大丈夫か、ちゃんとできた。5つ、どうしたの。はい、あの気候兵動かしたんだよね。うん、国旗、あ、そうなんだ、蜂がいたの。あー大丈夫。なかなか毒回ってない。うんうん、すごい真面目だね、ジェシカは。ラウラを彷彿とさせる感じですよね。7組による特務活動、4人で動き始めるってとこもいろいろと思い出しちまうっつーか。そうですね、ロイドとランディとエリーとティオですよね。懐かしいな、ゼロエボリューションまたやりたい。まあ、その前に私はサードをやらなければ。早速焚き付けていく。にしても何か引っかかる？なんかの勘かな？アッシュはなぜ士官学校を志したのか、その辺もまた気になるのでござる私。このままなんか何号車って入れる感じかね。じゃあ1から入ってみようかな。入れる？入れない？入れる。うん、見ていこう。通信班、観測士。まあ
士官学院に入ったからってみんながみんなすごい欲的っていうわけにもいかんか。今までのその2までの士官学院の生徒にがそれでは拝見します。拝見します。みんなやる気満々だったっていうね。すんません。すんません。とりあえず一回は見せた方がいいかな的な感じで突き出してしまった。うんうんうん、まあそうだよね。なふむ。確かにみんなの前でそういう発言したのは初めてか。教官も大変だな。クルト君なんか思うところがあるようです。どうやら見たところ、はいはい、うん、珍しい書籍では拝見します。はい。はい、まあ始めたばっかりだから私はね、まだ10時間ぐらいしかやってないしね、まだまだ先は長い。うちも気になるんだけど、反対側は締め切りとなってるようだって言ってるんだ。じゃあ2号車、2号車に少佐近い。改めて、それだけですって言われるとね。なるほど。で、ショップマークがある。カイリ、こんなところで、うん、持って行っていいですよって言ってもね。ゆっくり選んでください。買うんでしょ。いや、お金がないんですよね。どうかお大事に。この声やっぱり早見に聞こえる。みんなシャワーはいいですか。入りますか、1回ぐらい。ふん、一息つけたな。なんか今ちょっと言い方がロイド君っぽかった。私の番ね。ふん、生き返るな。変えても意味ないか。そうだ、クレア今だけだし入れときたいな。どうしよっかな、クレアとクルト君にしよっかな。私の番ですね。はい。声優さん一緒なんかどうか調べるの忘れてた。でも調べてさ、なんか変なもん目に入ってる嫌だからさ、なかなか怖いんだよね。なんかどっかさ引っかっててさ、なんか置いてあるとかないよね。本が置いてあるとか。ちょっと、あ、でもそっか、今回はさすがに星マークとかついてるか。うん、5号車待って待って待って、4号車何もなかった。うわ、びっくりした。何もない。はい、で5号車10の点検というか実戦経験がある。護衛戦団、護衛戦団初めてのワードじゃない。海賊などから商船を守る戦団、どっかで出たのかな用語。その戦団も今では解体しちゃった。この子ほんと可愛いね。モンハンのモンちゃんみたいな。まあ勘っていうのは大事だよね。気合の入り方が違う。頑張れ頑張れ。そうだね、怪我しないのが一番だね。カードできるんだね。でもまあ
もらえないんだったら先にメインストーリーを進めたい感がある。バリマある。だね。我がライザーには無理をしすぎる嫌いがあるから念を押し下までこれがバリマール。まさかここまで意思疎通ができるなんてな。不調というわけではなさそうだが、ともあれ息には十分気をつけるがいい。ああユーナに対してね。なんかバリマールすごい好きだすごい好きになるね。改めて車両を見たら話しかけてない人がいました。うんうん、リーダーか。うんうんうん、はい。それでは確認しますね。はい。わあ、いっぱい集めましたね。人物ノート、さすがに登録情報10以上になった。命の雫ありがとう。はい。あ、充実度が上がりました。とあとティータちゃんに話しかけてなかったんですよ。なんかすぐにマヤちゃんたちに目が入っちゃってティータに目が入ってなかったっていう。はい。帝国の中でもリベールに最も近い場所、確か最南端の町がパルム市で、あれでもその南にも、あ、その南って持ってた地図が古かった。ハーメルじゃない、そんなところだったっけ、ハーメルって。でもなんか多分リベール寄りじゃなかったっけ。まあいいや、まあいいやってことないけどはい、開けられるかな。任せてください。任せてください。スロット、あ、前見たんだ。失礼します。あ、はい。とにかくか金がないんですよわしら。あー、カレイドっていうんだね。セプターですよね。セプターがカレイドっていう名前になって、いや買えないんですよ失礼します。はい。うん、一回こう見て回った感じ、忘れ物はこの二人だけだったかな。